アラブ種のメスウマアラブ種の骨格アラブとは、馬の品種の一つ。現存する、馬の改良種の中で最初に確立した品種とされる。体高約140センチメートル台 -150 センチメートル台、体重約400キログラム。サラブレットより小柄で華奢な体育で、速力もサラブレットには劣るが、体高性、耐久性に優れる。その成立は、はっきりしないが、 アラビア半島の遊牧民、ベドウィンにより厳格な血統管理のもとに改良が進められ、品種として確立した。伝承によると、という品馬がアラブ種の根幹品馬とされる。サラブレッドは、このアラブをもとにイギリスやその他の在来馬と掛け合わせて作られた品種であり、三大子祖はすべてアラブ種かそれに類する、ターク、バルブ種である。特にダーレーアラビアンは、 ジェネラルスタッドブックにおいて純粋なアラブとされている。また、サラブレッド成立後、主にフランスでこのアラブとサラブレッドを掛け合わせて作られたのがアングロアラブである。日本ではサラブレッドと共にこのアングロアラブも競争馬として多く用いられ、生産も盛んであった一方、アラブ自体はあまり普及しなかったため、日本でアラブといえば一般的にアングロアラブのことを指し、 アラブは、純血アラブと言わないと通じないことがある。ニールセン BD、ターナー KK、ベンチュラ BA、ウッドワード AD、オコーナー CI、レーシングスピーズオブクオーターホーセス、セローブレズア,アービーンス、イークワインヘッド J サプル、2006オーガスト、128から32。ありがとうございます。